はい、どうもフラッグです。ふんどしつけてる男はネタでしかない。はい、今日はですね、水着イングリッドの紹介をしていこうと思います。ではね、早速アーティファクトの方を献上していきましょう。こちらですね。じゃあクエストいってきます。はい、水着イングリッドゲットしてきました。ではステータスの方を見ていきましょう。ステータスはこんな形ですね。攻撃力が60で、防御力が50で、かなりそこに特化されてますね。攻撃力も多分素のステータスめちゃくちゃ高いと思いますね、これ。いやー、どんどんインフレしてるなー。はい、じゃあスキルの方見ていきましょう。ベルセルクテンション、味方ターン開始ごとに攻撃力が上昇する。まあまあまあ、これは普通ですね。大幅上昇じゃないだけね。全然普通な感じです。次、アイスブレイカー。凍結状態の敵に対してダメージが大幅に上昇する。あれ、凍結してないとダメなんだ。あ、ってことはルチアで凍結にさせてから、あのイングリッドで叩けと、そういうことっぽいですね。二人揃ってないと意味がないのかな。二人揃った方が相乗効果が生まれるっていうような仕組みなのかもしれないですね。はい。で、最後、サマーソウル。敵を撃破した時、HP が回復する。あれ？なんかこれよくあるやつですね。なんか、特筆した強い感じではないですね、イングリッドは。はい。あと、オーブの方を今回撮ってますので、オーブの方も見ていきましょう。はい、オーブの方を取ってきたので、オーブの紹介をしていきたいと思います。で、オーブの方が、まあ、イーアクティベートはいつも通りなんでちょっとすっ飛ばすとして、もう一つヘルスブラウン。攻撃力は大幅に上昇し、闇属性のダメージが大幅に上昇する。これさ、闇属性の大剣持たしたらめちゃくちゃ強いじゃん。今んとこ闇属性の大剣っておそらくワスタティオしかないんですよ。なんで、ワスタティオレジェンドで持ってる人は、多分、イングリッドがめちゃくちゃ輝くと思います。これ、やばいなぁ。強すぎるなぁ。ですね、ちょっと、ワスタティオ持たせてるんで、がっつりいかついですけど、あれ、顔がなんかすげぇ優しそうに見えたんだけど、こっちで見るとあれですね、かなりいかついっすね。しかも、ガングロだし。ガングロって久しぶりに聞いたな。これ、まがまがしいな、この浮き輪とこのワスタティオ。すっげーイメージの差がありますね。普通の武器を持たせてみましょうか。通常状態だと、この形ですね。ワスタティオを持たせると、異常にいかつくなるってことが分かりました。あと、パンツが見えないですね。なので、おそらく、戦闘で見えるかなと思います。そちらね、検証していきたいと思います。はい。では、戦闘の方やっていきましょう。イングリッドの通常攻撃から見ていきます。通常攻撃いきます。せーの！は？これなら、痛いのいくよ。これで。なんか、モーションはだいぶ似てますけど、ちょっと違いましたね。上の爆発とかなかったんで、もう一発いきます。これ違いますもんね。だいぶ火力は高そうです。これワスタキを持たせたら多分めっちゃ強いですね。じゃあスキルの方を見ていきましょう。じゃあスキルいきます。剣に眠る力よ、剣に眠る力よ、光よ、闇に火炎のように抗う力を、滅び、運命から逃れられない。戦いはあまり得意じゃないんですけど。はい、では、最後ピュリファイゲージを貯めてピュリファイ打っていきましょう。じゃあいきます。
これで私の運命に抗う力を。これが殺す気ないの行くよ。バニシングホープ、これで終わりにします。マンジラに逃れる術はない。ハートゥーンの秘技、やったね。はい、イングリッドいかがだったでしょうか。戦闘面はヒット数はそこまで高くないので、ヒット数はあまり期待はできないですけど、攻撃力多分おそらくそこがかなりでかい気がします。専用部持ってたらですけど、持ってたら攻撃力大幅上昇と闇属性大幅上昇はあるんで、ワスタティオ、これが多分めちゃくちゃ強くなりますね。やっぱりレジェンドにしたい一本なのかなと思いました。はい。いやー、今回のイングリッドはかなりいいですね。ピルファーアタックはなんか若干前のイングリッドと同じような感じはしましたけど、気のせいかなー、わかんないですけどね。はい。まあ、あとはね、ちょっとパンツの方が見えるかどうかっていうのだけは最後に検証として挙げておこうかなと思います。はい。っていうところでね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ガチャ動画と他の水着キャラたちっていうところは後日紹介していきたいと思います。ではね、今日の動画はこれで終わります。バイバーイ。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。もしね、動画楽しんでくれたよっていう方は、右下の方のチャンネル登録のボタンをポチって押していただけるとすごい嬉しいです。で、次の動画とかも、左側にあるんで、もしよかったら見てください。バイバイ。